彼らの財政状況は非常に厳しいようです。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、年金資金が溶けてなくなった、滅亡しかない状況にお送りします。このままでは渓谷は消滅する。先日渓谷のメディアは、我が国の国家競争力順位が今年世界27位まで墜落した、去年より4段階下がったことになる、財政緩和と労働硬直性、年金枯渇危機、企業の効率性などへの厳しい評価が響いた結果だと報じました。今回はこのニュースの内容と人々の反応をご紹介します。6月15日、渓谷財政部はスイス国際経営開発大学院 IMD による国家競争力評価の結果を公開した。それによると、渓谷は評価対象国63カ国のうち27位で、前年比で4段階下落した。この国家競争力評価が始まった1989年以降、渓谷の評価は1999年に41位と落ち込んだが、2011から2013年には22位まで上昇した。その後は23から27位の間で上下している。今回の評価は2022年の1月から5月の間、世界の起業家を対象にしたアンケート調査の結果と、2021年の計量指標結果をもとに算出されている。我が国の国家競争力が大きく下落した原因は、国内総生産、GDP に対する財政赤字が大きく増えたこと、企業の生産性が落ち続けていること、それらにより労働者の就労状況が悪化したためだ。 IMD の国家競争力評価は大きく経済成果と政府効率性、企業効率性、インフラの4部門に分かれ、その部門ごとに20の細目が評価され、それが総合される。経済成果部門では国際貿易30位と物価49位の評価が低かった。また国内経済順位は5位から12位に、国際投資は30位から33位、雇用は5位から6位に下落した。大きな政府を目指して財政を拡張し、所得増大政策を実施した我が国としては、政府効率性の順位が下がったのは想定外だ。政府の効率性は昨年の34位から36位に下落している。細目を見ると、財政順位は26位から32位に6段階も下落。特に、年金支給用積立金の健全性の順位は35位から50位に15段階も墜落している。GDP に対する財政赤字の比重は6位から9位に、政府支出比重も15位から18位に下落した。IMD は渓谷の政府政策が市場変化に追いついていないとも評価した。政府政策の経済変化適応度は43位から46位に、政府政策透明性も36位から38位に下落した。また、OECD 発表の2030から2060年の経済成長率予測では世界最下位だ。財政部はこのままでは国が消滅するのではないかと危機感を募らせている。報道は以上です。あらゆる指標で下落をしていて、もうどうしようもないようですね。こうした状況については様々な声が寄せられていましたのでご紹介します。渓谷の反応。ムンジェイン氏が大事故を起こしたんだ。そして知らん顔で逃げていった。必ず捕まえて投獄しなければならない。今頃やっと年金が枯渇するとか言い出すのか。全世界の株式市場の中で我が国が最も力なく弱い理由を教えてやる。我が国の市場は率直に言って全部外国人資金遊び場だからだ。資金が全て回収されれば我が国が完全に枯渇するのは一瞬だ。ムンジェイン氏が残した時限爆弾が次々と爆発するんだ。彼こそ歴代最悪の悪魔だ。大企業をあらゆる規制で足を縛って身動きできなくし、優秀な起業家たちを次々と官房に送り込んだ。十分だったエネルギー資源は原発廃棄で台無しに。公務員は17万人も多く採用し、あらゆるポピュリズム政策で国家負債を1000兆ウォンも増やした。赤の前政権の蛮行の結果だね。ムン政権5年のバブルがついに弾き始めたんだ。2回目の国家破綻が始まるよ。台湾は半導体に集中投資して7位に躍り出たようだ。我々は無駄金ばかりを使って27位に落ちた。台湾の蔡英文総統と
ムンジェイン氏が違いすぎた。ムンジェイン共産党が国民の目を盗んで借金ばかり増やし、国家を台無しにしたことが政権が変わって明らかになっただけだ。彼を拘束することだけが答えだ。日本の反応。年金枯渇は、渓谷政府が勝手に株価の値下がり対策に年金資金を投入して、株式相場を維持させようとしたため、それに年金に加入していない国民も多い。2019年7月の朝鮮日報の記事を見ると、渓谷の年金の実態は、1、高齢層の半数以上の 54% が年金がない。2、年金受給者の平均額は5万6000円で、そのうちの 67% は50万ウォン、4万6000円未満。3、生活保護支給額は51万2000ウォン、4万7000円であるらしい。物価上昇率が日本の2倍以上で、年金は日本の半分。これでよく日本より豊かという寝言が言えるな。前に、日本はちゃんと年金もらってるらしい。退職したら日本に行くしかないって渓谷人の書き込みを読んだ。日本人でもちゃんと年金積み立てしてない人はもらえないのに、なんで年金受給年齢になって日本に移住した外国人がもらえると思うんだろう。あの国って本当にハリボテ国家だよな。全てが見せかけで、実力というものが何もない国。だから最近は世界にそれがバレ始めて、韓国経済は絶賛崩壊中。 OECD 発表の2030年から2060年経済成長率が世界最下位という奈落の底なし国家。日本が見捨てた時点でハリボテの骨格もメンテができなくなり、現在一本ずつ折れていったり、表面に穴が開いても補修できない状態だね。あぐらをかいて借金をありったけしたんだからしょうがない。もう日本は助けないよ。そのまま滅んでくれた方が世界のためかもね。自分たちの生活が全て借金で作られたものだったとは夢にも思わなかったんだろうな。裏で為替介入を中心に使い込みまくってることを隠しているから、年金どころか、ある日国のいろんな制度や機関がいきなり止まってもおかしくない状態でしょ。あるとされてるところに金がないから、バレた瞬間終わり。地獄を見るのはこれからだよ。米国の金利 0.75% アップで、渓谷の 30% 近くの企業が倒産すると言われている。それなのに政府は何一つ対策を打ち出せず、金をばらまいて終わり。しかも FRB 議長が来月も 0.75% アップする宣言をしたから、これからさらに追い込まれるだけなので、何も気にせず滅べばいい。確か渓谷の年金資金って、サムスンの株に突っ込んでいるんだよね。もう実質サムスンが国営企業じゃん。サムスンが滅べば渓谷人の年金も滅ぶ。そのサムスンの競争力が今どんどん下落していっている。年金の枯渇だけじゃないだろう。健康保険も枯渇状態。もう韓国には自由に使える金がほとんどないんだよ。ライフラインである原油代も払えないくらい逼迫してるのに、宇宙開発事業の予算編成に疑問すら持たないのだから、市政側としては楽な国民だよな。渓谷人が必死に働いて納めた税金は全部借金返済に充てられてんのに、なんで気づかないのか意味がわからない。自慢の地下鉄の安さも税金投入しての結果だし、自慢の造船も税金投入してるのに大赤字で、電力も大赤字。為替も介入してもタイドル1300ウォンが関の山。公金使ってアピールしていた BTS も活動休止。もう何も残ってないだろうな。実態はさらにヤバいと思うけどね。あの国は見栄えがいいだけで中身はスカスカだから。見栄えのためなら借金でも整形でも捏造でもどんなことでもする連中だから、必然的にそうなっちゃうんだよな。日本と無関係だった李氏朝鮮時代に戻るだけとも言えるけど、朴槿恵政権の時にはもう自滅確定してた。そうなった時、他国に助けてもらえるよう方向転換して日本との合意を決断したのに、クーデターでぶち壊し、放置まで捨てたのは彼ら自身。修具政策が極まりすぎてどうしようもなくなってたんだろうね。スワップ協定が終了した時点で US ドルの調達法がなくなった。あの時点からもう渓谷の終わりは確定していた。全部彼らが望んだ道だから仕方ない。日本に我が国の老人の面倒を見させよう。朴槿恵政権の時にはすでに年金資金は枯渇寸前でした。その財源を確保したいために、表向きだけ慰安婦問題で合意して日本から経済支援を取り付けました。
しかし、そうした活動をしていく中で、ムンジェイン氏に足元を救われて、監獄へ行くこととなります。そして政権を掴んだムンジェイン氏は、年金資金を補填するために、自分の手駒を最高裁判所の裁判長に送り込み、徴用工訴訟を起こしました。この徴用工訴訟の目的は、日本企業に韓国の老人たちの面倒を見させるというもの。日本企業は今まで儲けてきたのだから、その見返りをよこして当然というのが根拠のようです。ノムヒョン政権の時に日韓基本条約の議事録は公開されていましたから、国民の一部は個人保証分をすでに日本から受け取っていることを知っています。そのため、そんなことをしたら日本が怒るからやめた方がいいという意見もありました。しかし裁判所が、この請求権は相続も可能と判決を出した途端に金に目がくらみ、日本人は三権分立を知らないのかと非常にレベルの低いことを言い出しました。ただ裁判所も個人保証をもう一度出させるのは無理だと考えていたのか、慰謝料という言葉でごまかそうとしていました。それでも政府と国民は賠償しろと言い出したため、そうした裁判所なりの配慮は無駄に終わっています。ムンジェイン政権が終了し、ユン政権になっても日本に老人の面倒を見させようという方針は何も変わっていません。その方針を変え、新たな解決策を彼らが提案してくるまでは、日本は警告に隙を見せてはなりませんね。最近、ことあるごとに彼らは日本に首脳会談を迫ってきていますが、日本としては今のまま無視をしてもらいたいものです。あなたはこうした警告の状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。